マーチの一般選抜は実質倍率が低下しており、競争が穏やかになっています。進研模試の偏差値で見てみると、5年間で 10% 程度合格率が上昇しました。偏差値5ポイントごとにまとめたものがこちら。目標の目安とされている合格率 40% に近づくのは、文系は偏差値60代前半、理系は50代後半です。